どうもこんにちは、今日はですねコロプラの株主総会行ってきました。今任天堂とね絶賛訴訟中でおなじみのコロプラの株主総会です。だけどドラクエウォークでボロ儲けして株価がギューッと一気に上がってるっていう、さらに、ちょっとした不祥事もあったりとかでね割と話題になってるんで、まあここは言っといて損はないかなということでねコロプラの株主総会行ってきました。そしてねもちろんですけど、まあ、株主 T シャツでね最前列中央を陣取りまして社長にもね今回質問をねぶつけてきましたんで、ガツンとね任天堂との訴訟についてね聞いてきましたんで、それも後ほど言いますけど、まずはお土産コロプラのねタオル、コロプラのクマちゃんが書いてあるタオルね、そして、コロプラのクリアファイルね、クリアファイルで、コロプラのクマちゃんの多分これはカレンダーかな、カレンダー日めくりっぽいやつ、そしてコロプラ水ね、コロプラ水、あとはスマホにつけるなんかこういうやつをいただきました。よし、じゃあそういうわけでですね、コロプラの、まあ、株主総会なんですけど、社長がね僕と同い年でした。1977年生まれね。というわけでね、一方はねこうやってトップのでっかい企業の社長になって、一方はね株主総会平日の昼間から最前列でね座ってるっていうですね、またこの変な感じを受けましたけど、まずはまあ人数はねそんなに多くないね、多分100人ぐらいじゃない、100人200人の間ぐらいだと思う、まあ席も割とその空席も目立つような感じで、前の方はね結構待ちだけどね、でまあいつも通りの定番のコースなんだけど、株主総会のまずその業績とかの発表をスライドみたいな感じで映像を使って流す、その後に質疑応答があって、それが終わったら、あの会社説明会みたいな、一旦株主総会ここで終了してその後に会社説明会をしますよみたいな、そういうやつです。というわけで、最初のね、でね、後ろの人はねあんまり映らないようにね配慮する僕のねこの素晴らしさ、まあ、道でやってる方がイカれてるんですけど、はい、というわけでね最初の質問はですね鈴木オンラインからです。もういつもねいろんな株主総会で大体最前列中央を見回せば僕か鈴木オンラインいますから、最初の質問は鈴木オンラインね。でいきなりね核心に迫る質問ね、最果てのバベルというゲームでねランキングを操作しました、不正に操作したと、金を、まあ、コロプラの社員の2人が結託して金を誰かに渡して第三者の会社に渡してそこでランキングをこう上げてたとっていうことに関して の、 そのもう一つのそれに絡んでた会社が D 社として存在を出してないし謝罪もしてない、その理由はどうしてですかっていうの、社長ねそれに関しては大変申し訳ないということで会社でも反省をしておりますと。で発注して代理店とか絡んでる D 社と呼ばれてるんですが、公表しない理由というのは、まあ払いからっていうことで払いさんという担当の人に回して、で、まあ、他社のことなので回答は差し控えさせていただきますと。で当社でもねコンプライアンスの意識を高めるよう社内でも進めておりますみたいな感じです。はい、そして2番目にね僕行きました、はい、最前列中央のねあの赤い T シャツの方って言って、で僕の質問はですね、やっぱり今任天堂と訴訟が起こってるわけよ、ずっと結構1年以上かかって訴訟やってるんで、僕の質問ね、任天堂とのね任天堂さんとの裁判の資料を見た結果、コロプラさんの主張っていうのはなんか時間稼ぎのような主張を長引かせる、裁判を長引かせるだけのようなね主張のように受け取りましたと。で今キラーコンテンツとしてね、ドラクエウォークのスクウェアエニックスさんと一緒にやってますが、スクウェアエニックスさんも任天堂さんとは長年良好な関係を築いている会社ですし、あとスイッチのね白猫プロジェクトが開発延期になったと、発売が延期になったというのもこの件に多少なりともね関わってるかもしれないですし、あの任天堂さんとの関係がこじらせることっていうのはデメリットしかないように感じています。でその任天堂さんに対する認識、どのような認識 を持ってるんでしょうか、そのあたり教えてくださいと。はい嫌な質問でもこれはなんでじゃあ任天堂と訴訟してるんだって、僕のね考えとしては、任天堂なんてさ今までゲーム業界でねしっかりと特許を取ってきてずっとやってきたのに、そこいらのスマホゲーム会社一つも訴えられてないよ、丸パクリに近いようなゲームとかもたくさん出てきてるこの中で、なのにじゃあなぜコロプラにだけ44億円の賠償請求を求めてそのゲームの差し止めのそんな訴訟がいったかって言うと、コロプラの方がそういうさ当たり前のようなねゲームの操作方法だったりとかを特許を取りまくって、で自分の権利を主張し出そうとした、そういうねおかしなこと悪いことをしたから正義の鉄槌が下ったわけじゃん、任天堂こそ正義なんだからさ、
昔もね、コナミのね、カメラのこう裁判でコナミがね、こうクーってカメラを後ろに回った時にそこを透明にするっていう特許を持ってて、20年ぐらいその特許をね、他の人がね、コナミにお金払わないと使えないっていうね、その健全ではない状態になったり、そういうのもちゃんと懸念して、任天堂のね、その資料も読み込むと、めちゃくちゃ任天堂が正義。やっぱ任天堂こそね、あのゲーム業界を支える、世界を支えるね、あの、まあ、完全正義企業なんで、そこに反発するなんていかがなもんかっていうのを僕はぶつけてるわけ。だってスクエニだってもし任天堂からさ、もうコロプラと付き合うなって言われたらさ、結構揺れるぜ。そんなこと任天堂は言わないと思うけど、だそういったいろんなリスクがあるから、任天堂とあんま争わない方がいいよっていう意味も込めてのね、質問でした。そんな社長のね、回答です。スイッチ版のね、延期に関しては今回のこの裁判とは無関係でありますと。でコンシューマーの作り方に慣れてないのと、実際問題ね、面白くなかったんで、その中身を見直す必要があったと。なので延期させたんで、任天堂の今回の裁判とは無関係になります。で裁判の状況につきましては払いの方からお伝えさせていただきますと言って、まあ、これはいつも言われてるさ、あの定番の任天堂コロプラは訴えられる前に京都にもね、1年ぐらい前から話し合いを進めていて、社長も京都にいたりして話し合いを進めてたけど、でも実際問題そこで決着がつかなかったから、第三者を交えた司法の場で決着をつけましょうという流れになって裁判になったという今までの流れを説明して、で今時間がかかってると言われてますが、一般的にもね、その特許系の裁判は時間がかかるんで、2、3年かかって申し訳ありませんみたいな感じ、いう感じでした。まあそれはそうなんだけど、まあどうかなっていうところですね、僕としては。でもまあここをね言ってて、3番目の質問は、いろいろ今後のね、検討すべき課題みたいな話がいっぱい出てますけど、優先順位いっぱいありすぎて、どれが優先されてるのかよく分かりませんと。優先順位を教えてくださいみたいな感じ。あとは資産除去債務について具体的に教えてくださいっていう、僕もそれよく分からんけどさ、で、社長の回答ね、まあもちろん今はその最果てのバベルで問題を起こしてしまったんで、それの対応は最優先で行いたいと思っておりますと。あと今スマホゲーム自体がね、あの苦戦していると、全体的に、でもう既存のゲームがユーザーに飽きられているような状況があるかもしれないと思っていると。なので新しい体験を提案していきたい、そのための人材確保も必要というように順序立てて考えておりますみたいな感じね。でその資産除去債務については払いの方からつって、恵比寿のねガーデンプレイスにね今借りてる、オフィスがあるんで、そこのなんか退去の時に使う金額を資産除去債務として載せておりますっていう、まあこれはようわからんけどね。でこれで終わり、なんとこの3問だけで終わりだぜ。質問これでもうこの議案に関する質問は全て誰も手を挙げなくなったんで、ここで株主総会あの拍手をして終わりです。だからさ、よく考えたら僕今日行くか、ま、行かないか迷ったけど、もし僕が行かなかったら誰か任天堂の質問浴びせたんかな。ここでついでに言うと、鈴木オンラインがいなかったらどうなってたんだっていうかさ、この株主総会って僕と鈴木オンラインで3分の2占めてんじゃん。こんなんでいいんかなって思うけど、まあおかげさまでね、僕と鈴木オンラインのおかげでね、鈴木オンラインともどこでもいろんなところで会うし、まあフィレンツェ近所の喫茶店でもね、ゲームとかをやったりすることもあるぐらいのね、あの鈴木オンラインですけど、まあ僕たちね、株主総会マニアとしてね、まあ頑張っていきますんで、はい。というわけでね、次。それで10分後に説明会がありますということで、まあ、説明会、今度はここでこのコロプラが今後どういう方向を目指すかみたいなの、またこれ VTR で説明。でも最初に流したのと結構同じ、被ってるような映像があって、でコロプラでは今白猫プロジェクトと、まあ、黒猫クイズのウィズと、まあ、白猫グループ、他にもなんかいろいろなんだっけな、ドリームスだとかなんかいろいろ出してるらしいの、その辺の説明とかをしながら、会社にとってね、この社員にとってもよりあの働きやすい環境を作って頑張っておりますみたいな、そういった結構あの見た目の気持ちのいいねムービーを見せられて、その後また今度は細かい個別のゲームに関するね質問とかも受け付けますんでっていうことで、でまた質問質疑応答のコーナーです。はい、また1番目鈴木オンラインです。ねその時はなんかプロデューサー、開発プロデューサーみたいな人もね、今度は登壇してんの、上に前に。だからそこにいた猫アンバサダーっていう人に対して、なんだっけな、猫アンバサダーっていう人は、世の中のなんか高橋名人みたいな、ハドソンでいうところの高橋名人みたいな役割だと思うんだけど、配信とかに出てプロデューサーとしてこの発表するような立場の人だと思うんだよね。で猫アンバサダーに質問しますと、
働きやすい会社、ゲームクリエイターとして働きやすい会社っていうのはどういうことなんですかっていう、ちょっとね、抽象的な質問ね。そしてもう一つ、ドラクエウォークのスクウェアエニックスさんとの、その、どういった役割分担をしているのかと、その、儲けたののレベニューシェア、どうやってシェアしているのかを教えてくださいっていう、まあ言えないかもしれませんが、教えてくださいっていうのね。まずはじゃあ、その、クリエイターにとって働きやすい職場とは何たるかっていうのを2人プロデューサーがいたんで、坂本プロデューサーっていう人と猫アンバサダー P っていう2人がいたんで、2人にね振りました。で、坂本 P は価値観にね、いろんな価値観の社員がいますんで、その価値観に応えられる環境があるっていうのがいい会社だなと思いますと。で、具体的に自分の例で言うと、自分の意見が経営陣にねすぐに届くような環境、そして自分の意見が経営陣に届いて議論の対象になるような、そういうところが自分としてはとても嬉しいと思っておりますと。で、猫アンバサダー P はね、私は7年9ヶ月、開発の場にいましたけど、まず、コロプラのいいところは、ユーザー第一でゲームを作っていることだと。だから誰も上司の顔色を伺っているわけでもなければ、惰性で作っているわけでもない、そういう人は一人もいないんだって。一人一人がユーザーのことを考えて、だから変なことを言う人もいない、そこがすごくいいなと思っております、みたいな感じ。はい。で、今度社長からドラクエウォークのね、シェアとかに関してね、ドラクエウォークは3年ぐらい開発しましたけど、コロプラでやってるのは開発だったり運用、そしてサポートセンターの問い合わせからサポートで、スクエニさんは企画とマーケティングをやっておりますと。で、でも、お互いに議論とかをしっかり重ねてね、一つのチームとしてやってる、一緒に運用していますと。で、レベニューシェアとか契約の問題で、コロプラからは言うことはできないけど、まあ、次の決算の数字とかを見ればなんとなく分かってもらえると思いますみたいな。これかなり自信のある感じだよね。結構なシェアの配分いいんじゃないかな。まあでもそれも今株価に織り込み済みだけどね。あんだけ上がってんだからさ、ずーっと下降トレンド続いてた会社がさ、うん、はい。で、次、2番目の質問。先ほど言っていた、そのユーザーに対して新しい体験を届けたいっていうの、具体的にどういうことなんですか。あとは、経営陣とかパッと見た感じ色気がないですね。まあ簡単に言うと女性がいない、女性社員についてはどんな感じになってるんですかっていう質問ね。うん。で、私からすれば、そのドラクエウォークっていうのも新しい体験の一つだと思っておりますと。で、個人的にはね、10年くらいね、一芸をやってるんで、一芸に取り掛かった最初の軍団の一人だというふうに思っておりますと。で、ドラクエウォークの挑戦っていうのは、近くを歩くっていうのは一芸にとっては結構ね、難しい挑戦だったと思っておりますと。近くを歩いて、まあドラクエウォークでそうじゃん。近所、目的地を自分で設定して自分で歩くみたいなところだから。うん。ということで、まあそれが、挑戦が成功して、で、今世の中の状況っていうのはどんどん変わっていまして、ここも結構ね、まあいいことを言ってんだよ。今そのスマホを使うユーザーが何をしてるかって言ったら、上位はやっぱり動画を視聴している。この YouTube、まさに YouTube だったりとか、あとは Netflix だったりとか、で、本当にゲーム実況っていうのもめちゃくちゃ相性がいいと。だから私もたまにやっちゃうんですけど、もうゲーム実況で10時間ぐらい見て、それでもうそのゲームやった気になって満足してしまうことがあると。そういったことも踏まえつつ、そういった特性もゲームの仕組みにいられるような新しいアイデアを考えていけたらいいなと思ってます。これはね、かなりなんかね、新作のね、革新に迫るようなね、ちょっとヒントだと思うんだよね。なんかだから今度出てくるの、そういう感じで出てくるよ。結構言い過ぎちゃってんじゃないかなって僕は思ったね。うん。で、次、女性に関してね、開発部隊の半分を率いている部署のトップが女性だったりもしますし、女性向けゲームもしっかり、作っておりますと。ただね、その質問にちょっとあったシニアとかも言ってたの。シニアにはちょっと向けてるゲームは言われてみればないんですが、例えば今世の中の人もどんどんね、年を取っていくわけで、今そういう風にシニアにちょっと意識を向けたので流行ってるのがポケモン GO ではないかなと思いましたと。で、今思ったんですが、そういった視点もね、ゲーム作りに取り入れられるようにしたいですって今思ったんだって。じゃあこの人良かったじゃん。これでこの後質問でね、今後コロプラがそういうゲーム出てきたらね、うん。で、数字的な成長戦略ってあるんですかって、まあ、このねメモだけどさ、数字的な成長戦略、うん、中期計画ね、まあ、言ってみれば中期計画っていうのを、大体の会社はこうなんとなくこの3年先にこうなって5年先にこうなっていうのを数字をアピールしてるんだけど、じゃあこれはね、担当の払いからって言ったら、払いさんがね、エンタメ界っていうのはすごく変化が早くて、なかなかその数字をね出す状況にならない、計画にね、逆に言うと計画に縛られてしまうっていうところもあったりするんで、なかなかできませんって。そしたら今度社長からね、実はですね、この払いは中期計画を作ろうってね、主張する側なんですよ。これ意地悪だよね。
私はでも1年後の見通しもできない状況なんで、なかなかそういうのは作れないって議論をしている立場でしてつって、だからその自分の主張をその払いに言わせて、払いは本当は中期計画作ろう側なのに、わざとそうやって言わせて、こっちでこう社長は見ながらちょっとだけニヤついてるっていうですね、社長の意地悪要素を垣間見ましたね。ちなみに社長が僕と同い年ぐらいで、払いは88年生まれだから11個下、結構若手のホープみたいな感じであそこの場にいるんだと思うけど、その払いに対するですね、愛の無知的な、それか単なる意地悪か、その辺を僕は感じましたね。うん。で、4番目、インセンティブの規定について、どういうふうにその例えばバーンってゲームが売れたらどれぐらいのね、そういうリターンがあるのかとか、その作った人たちに対してお金がボーナスみたいなのが振り込まれるのか、インセンティブについてね、これまたね、その社長の回答、今中国の企業はね、狩猟民族的にそうやって1個バーンって売れたらドーンとご褒美を出すみたいな風にやってるらしいです。そして今ドラクエウォークがね、こうドーンといったんで、非常にホットなトピックだと思いますと、そのあたりも最近話し合った結果、まあ良かった時だけボーナス大きく与えるっていうのは、まあいい反、そういういい面もあるけど、その挑戦する気持ちを折るっていうね、側面もあるんじゃないかと。でイノベーティブにつながらないこともあったり、まあ数字が全てではないっていう意識をね、強く持ってもらうんで、もちろんね、それなりの報酬は出せますけど、なんかそういうことが大きく出しすぎちゃうと、もう当たり前のものしか作れないようなね、ちょっと縮小生産みたいになっちゃうから、まあ家が建つほどのものを与えるわけではなく、ある程度の報酬は出しますが、あんまりそういうことをね、ガツンとやらないようには意識的にしてますみたいな感じね。うん。次、5番目、まずリアルイベントについて教えてくださいと。そういうドラクエウォークでもね、位置情報が流行ってきてるわけで、かつてのねコロニーな生活とかをやってた時にやっていたリアルイベントについて、またやる機会はないんですかって。あと世界戦略についてもどのように考えてるのか教えてくださいっていうこと、でコロニーな生活プラスっていうのは略してコロプラでして、我々の社名のね、元になったねゲームでして、非常に大事にしようという気持ちは持っていますと。でコロプラ物産展というイベントをやっていまして、で、まあ、ドラクエウォークに関してはスクエニさんのコンテンツなので、まあ、やるかやらないかはスクエニさん次第ではありますけど、タイミングが来ればやりたいなという気持ちはありますと。でちょうどそのねコロニーな生活の物産展をやったね担当がここにもいますんで、話聞いてみますって言って、その石渡さんという人がまず話になって、ね、2011年ね吉祥寺のどっかでやったんですけど、予想を上回る台上で、当時の熱狂を覚えてる社員がねドラクエウォークの開発の中にもいますん で今回ね、紅葉を楽しもうっていう意味でもみじ小僧のイベントをやったんですが、そういったイベントもこういったところから生まれた一つではありますと。で今度世界戦略について、社長ね、世界の、ビジネスについてコロプラとしては赤字ではないけど大きな成果は出ていない状況でありますと。で戦略の見直しを行いまして、もっと幅広いジャンルでいろんなことをやろうかというふうに思っていて、部署も増設したりしていますよっていう、だからコロプラはこれからもしかしたら世界で何かやるかもしれないけど、ポシャるかもしれないよね。で今度、コロプラのねもう一つの未来を見据えた事業の VR について今どうなってるんですかって。あとはさっき言った猫P っていう浅井さんっていうのは、今これどう結局そのなんだっけ、猫アンバサダーって言われてもよくわかんないんですけど、立場はどうなってるんですかって。で社長は VR についてまずね、 VR の作品っていうのは、まあ、オキュラスだったりスチームだったりとかで、ソフトを売ってるような感じなんですが、事業としては非常に厳しい状況なんで活動を緩めさせてもらってますと。で360度チャンネルっていうので、その360度映像のコンテンツを作ったりしているんで、まあ完全になくなったわけではないと。やっていることはやっている。でちなみにドラクエウォークっていうのは AR ですけど、実はドラクエウォークは最初のチームは VR チームから作られていますと。なのでノウハウ自体は社内にとても生きておりますっていうふうに、って言ってました。はい、そして浅井さん、猫アンバサダーって何なのっていう話ね、ユーザーと開発をつなぐ立場で、例えば今まではプロデューサーとして何年もやってきて開発の中にいましたが、開発を出てもね、今現状自分の立場としてはそんなに開発に絡んでないけど、紹介する立場で発表する側として回っていると。なので開発を P っていうのを外してね、プロデューサーっていうのを外してアンバサダーっていう風にしようと、まあ、だからさっき言ったようにハドソンでいうとこの高橋名人だよね、っていう感じになったんだと思うね、はい。でなんか今度7番目はね、昔からのマニアみたいな人の質問で、キャリーストーリーっていうゲームがあるんだって。でそのゲームがなんか最近全然活性化してなくて、これ古いゲームないがしろにしてませんかっていう質問ね。
で、社長の回答、実はね、10年間私やってきまして、一番嬉しかったのはこのキャリーストーリーのイベントが成功したことなんですよと。で、社内でもまあ伝説のゲーム的な位置づけになっていまして、まあ事業としてのね、ゲームっていうのは常に他社さんとかの例を見ても採算が取れなくなったらゲームっていうのは終わっちゃうんだけど、コロプラの考え方としてはね、できる限りユーザーさんがいる限りは運用していきたいというふうに考えておりますと。で、その中でどうやって運用していくかというと、まあ、例えばチームを縮小していく。で、それでも採算合わなければ、さらにチームを縮小していく。例えば、それでも難しければ、よその会社に全部委託して運用していく。そうまでしてでも、できる限り運用したいという努力はしておりまして、まあ、って言って、で、今回このキャリーストーリーに関しては、って言って、後ろと相談して、ちょっと言えないんですけど、さっき言ったののどれかですねってさっき言ったののどれかって言ったら、これ他社に委託してるんじゃねえのって、僕の中ではそれしかねえんじゃねえのと思ったけど、まあなんかそういうその縮小傾向で運用できるだけ続けたいっていう風に考えてるらしい。はい、次8番目、コロプラネクストという子会社、投資の子会社について、投資先がね、最近は、昔はそのシナジー効果のあるね、ゲーム業界とか VR のところが多かったのに、最近は全然関係ないところにも投資してますけど、なんでですかっていうのと、あと M&A についてどういうふうに考えてますかっていう。で、社長ね、おっしゃる通り、昔はそういった同業者とか事業と関連しているところをやってたんですが、まあ、投資会社としてはやっぱりリターンもしっかり求めないといけないという話になりまして、まあ、投資先にゲーム以外のものも増やしてバランスを取っている状況ですと。で、その中からなんか上場した企業もあって、まあ、うまくやってると思いますみたいな感じね。で、 M&A に関してはじゃあ担当の払いからって言って、M&A に関しても、ね、積極的にやっていきたいと思って、実際に実績も ありますと。今内部留保が600億円あるんですけど、有事の際のために400億で、残りの100億200億はそういったキャッシュを使って M&A もね、挑戦して、積極的にね、状況を見てやっていけたらと。今までもいくつか実績はありますっていう話ね。で、最後の質問です。コロニーな生活について、まあ、さっき言ったね、その割と伝説のゲームじゃないけど、そのコロプラの元になったね、ゲームね、コロニーな生活プラス、略してコロプラっていうね、馬場さんは自分のコロニー見てますかって、最近全然なんか動かしてないように思うんですけど、社長の馬場さんね。あとはユーザーに、昔からやってる人でね、結構年配の人もいるんで、ガラケーの人も多いんですが、もしかしてそういう人が使えなくなっちゃったりしませんかみたいな、なんかブログのメンテナンスとか最近入ってまして、そのあたり心配ですみたいに言ったら、社長が、コロニーな生活、そういったね、まあ、メンテナンスの面でちょっと、メンテナン停止が入ったことはありますけど、止まることはないんじゃないかなと考えていますと。言ってみればね、会社が存続する限りは頑張るんじゃないでしょうかと。我々の原点、コロプラの原点なので。ただちょっと自分のコロニーはね、最近 見られてないので申し訳ないなと思いますと。ちょっと整備しにね、見に行きたいと思いますみたいなことを言って、これで終わりでした。まあ任天堂とね、訴訟してるっていう意味では、僕任天堂信者なんで、まあ敵対する関係にはありますけど、でもまあ会社の雰囲気とかして若いし、そんなに悪くないんじゃないかなと。だからそういうね、昔やったね、悪いその特許をね、独占して、どうにかこうにかね、ゲームの操作をね、縛りつけてやろうみたいな、そういう意識をもう捨ててですね、しっかりユーザーと向き合ってさ、もうそういう余計な特許は全部、無効にして、頑張っていったらいいんじゃないですか、任天堂様のね、力を借りて。やっぱ任天堂に反発するなんてね、ろくでもねえから。これだけを言っておくわ。この裁判長引いてもろくなことないからね、気をつけてくださいね。というわけで、僕もね、コロプラの作品ね、まあほぼやったことないんですけどドラガリアロスト楽しんでますんで、ドラガリアロストはですね、まあわかんない人に説明しておくと、コロプラの白猫プロジェクトとまんま同じようなゲームが出たんですよ。それがなんとサイゲームズ、まあサイバーエージェント系列の会社のサイゲームズと任天堂が協力タッグを結んだね、ドラガリアロストで、ドラガリアロストにはね、コロプラの人たちも思うところあるらしいですけど、まあそりゃそうだよね。でも僕はね、どっちかっていうとね、ドラガリアロストしかやってないんで、なんか申し訳ないですけど、コロプラの VR 事業とか、そういう今後のね、新しい試み、そしてドラクエウォークだってね、まあ最近はやってないけど楽しんでますんで、今後も期待したいと思います。できれば来年も来たいね。だから悪くはないなと思いました。株主総会に来て印象が変わった会社の一つですね。今後も応援してますんで、また来年も行けたら行きます。どうも。